札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。いや本当ですね、あの両チーム、いい攻撃、いい守りしてますね。確かにその通りですね。はい、さあ初球は何か。はい、最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。体に近いところ。これは内へ外れます。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。2番バッター杉谷、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。いや外野フライといえど簡単ではないですよ。よく決めてくれましたよね。見事でしたね。唐島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっという間に2ストライクです。外外れてボール。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックス近藤、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。これが2球目。これもファウル。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド落ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、日本ハムファイターズです。ツーアウトランナー一塁。4番バッター中田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてバッターボックスの中田、どういったタイプ。変化球空振り、スイングアウト三振。低めの球でした。こうやって低めで勝負できれば長打は打たれにくいですよね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか？打線がねよく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。